今回は1952年に公開された幻なりきより郷愁を見ます。日本へやってきた仏印華経の未亡人はかつては岸本雛と名乗った日本人だった。再婚の夫に先立たれ日本に残してきた由紀子に会うために18年ぶりに故国の土を踏んだのだったといったお話のようです。雛を轟由紀子が演じています。轟由紀子、戦後フリーとなるが加齢によって容姿に変化が出てきたことや時代の流れで新しいスターが次々に出てきたこともあり脇役に転身。昭和30年以降は映画制作を再開していた古巣日活と専属契約を結び40本を超える映画に出演したらしいよ。そうなんだ。それでは一緒に見ていきましょう。进来了。太太，你快来了，客人通通来了。是我。陈太太，房房一响。现在推广油脂降价了，降到15块钱。花钱的钱给我看看就好了。いや、わからんですな。どうしても、何のためにヤン夫人が日本に現れたか。商用だけとは思えませんね。世界各国を相手にしている仏印の大華経が。夫が死んだからといって肩代わりの挨拶をわざわざしに来るほど大切なお得意じゃなしね、日本は。
ヤン夫人が日本人だってことは本当でしょうかね。確かに日本語はうまいそうですが。いや、とにかくわからんということはヤン夫人を一層魅力的にするねえ、笹川さん。何がですか。我々の招待主ヤン・ファンラン夫人ですよ。そうですか。笹川さんには興味がない。20年来の童貞ですからな。各位先生、ご臨門店好很久了，请进来。他就突然了。您好。マネキン預かりましてどうも。您好。您来了。您来了。您来了，真好。どうも。您来了。您好。您来的好。ひなさん。ひなさんじゃありませんか。您来了。失礼いたしました。あまり知人に似てらしたもんですから。宽容宽容。您来了。您来了。笹川さんには興味がない。您来了。お呼びしようか。ありがとうございます。まあお目が高い。これは日本でも通の方がお持ちになるもんで。ただいま。あ、おかえり。お宅のお嬢さん18ぐらいでいらっしゃる。お恥ずかしい。あれで20歳なんで。私娘さん見るとみんな18かしらと思って。日本語がお上手なんですね。ええ、日本にいたことがありますから。ねえおばさん、騎士殿って店知ってらっしゃる？騎士殿？昔浅草市って言われた袋物問屋。はあはあ、あの騎士殿さん。奥様ご存知で騎士殿さんを？ええ。そうですか。さあどうぞ。確かこの辺に。ええ、ここですよ。ここにあったんですよ。戦災で焼けてもうすっかり跡形はなくなりましたけどね。あ、すいません。キヌちゃん、お茶。はい。いい老舗でした。今でも目に映るようですよ。このお店全部がちょうどお帳場になっておりましてね。ここでしたのね、やっぱり。もっとも昔の騎士殿さんはとっくに潰れて代替わりしてましたがね。潰れた？ご存じないんですか？じゃああそこの一人娘さんの話も。いいお嬢さんだったそうですけどね。望まれていらしたのにお嫁入り先で人情沙汰を起こして、いえね、ひどいお仕事さんでね、散々いじめられて挙句が神経衰弱、カーッとなってカミソリでお仕事さんを。
傷は浅かったんだそうですがね。何しろお舅さんにそんなことをするなんて大変な問題で、18年前の話ですからね。とうとうそれが元であの大きな岸田さんの寝台も。つまらないことでございますよね、今から思ったら。何しろ当婚は妾殺しの本妻が無罪になるって世の中ですからね。でもその頃は後ろ指を刺されてね、客足が遠のいて、またそれを気にして家族の中で自殺をする者が出るやら、まあとにかく下り坂になると早いもんでして、たちまち本当にお気の毒。じゃあこれで。はあ、それで今どうしてらっしゃるんでしょう家族。それがね、落ちれば落ちるもんで、あの大旦那の若旦那が今では下屋の龍泉寺で長屋住まいだとか。下屋龍泉寺。ええ、奥さんは何でも犬や熊なんかのあのキレの動物のおもちゃね、あれの目玉や耳をつける内職をしてるとかって、そんなのしょって今でもそこらのお店へ来るそうですがね。お手を止めてお邪魔しました。お母ちゃん、表にね、綺麗なひなのおばちゃんが来てるよ。じっとうちばっかり見てるの。そう？ねえ、来てよ。見てごらんよ。ねえ、お母ちゃん。ひなさん。ひなさんじゃありませんか。お姉様。行ってまいりました。ちょっと待ちなってね。あなた、ひなさんがいらっしゃいました。ひな？死んだのかもしれないっておっしゃってた。何？妹のひなが。え、今表に。バカを言うな。18年も行方のわからないやつが。でも帰ったとおっしゃって。入れたのか、うちに。いえ、ただいま。入れるな。つまらん罪を犯して、先祖代々の岸田を潰したやつ。どの面下げて今頃。ねえ、おはよう、おばちゃん。ねえねえ。これ、おばちゃんにもらったの。よしお。知らない人に物もらっちゃいけないって言ったろ。ひなさん、お上がりになってね。とにかくお上がりになって。お兄様、ひなでございます。仏院から4日前に帰ってまいりました。探しました。随分昔おかけしたご迷惑を少しでもお償いできたらと思って。わしには兄と呼ばれる人などもういない。あなた、お前は黙ってなさい。お母ちゃん、お兄様、お許しください。私が悪うございました。私、二度と日本へ帰るつもりではございませんでした。刑務所を出てから中国へ参りました。日本の何もかも忘れるつもりで、そこで家境と結婚して、私も日本の国籍を離れて中国人になりました。それから18年、ひなは忘れることばかりに命を懸けて暮らしてきたのです。でもダメ、やっぱり帰ってきてしまいました。よしお、何をしてんだ、そんなところで。表行きなさい、表。お兄様。帰れ、帰ってくれたまえ。わしには妹などおらん。とっくの昔縁を切っちまったんだ。このうちに帰ってこられるはずがない。あなた、そんな、せっかくこうして。うるさい、お前は黙ってろ。
よしお、何をぐずぐずしてるんだ。表行かんか。行けって言ったらさっさと行くんだ。お気を悪くなさらないでね。いいえ、かたくななお兄様と知っていながらもしやと思って、でもお目にかかれただけでもせめて、ええ、ただお姉様、ゆき子をね、ゆき子を差し上げた栗林さんのうちを教えてください。あんなところで産んでろくに母らしいこともしてやれず、三月で別れてしまった子供です。忘れられないのです。帰ってきても18ぐらいの娘さんが目について。18ね、ゆき子さん。なぜ手放したのでしょう。いくら父親に捨てられて罪人を母親に持って生まれてきた子でも、私さえしっかりしていれば育てられたの。18で悔やんでくれ。わかります、教えてあげられたらと思いますわ。でもね、ひなさん、東京は戦災にあって大変でしたの。お知り合いの方も兄弟も親子でさえもバラバラになって。じゃあ栗林さんやゆき子も。あの辺は一番ひどかったから、どうなってしまったのか。それきっと確か谷中でしたわね、栗林さんのお墓。え、そうですけど、せめてお参りだけでもお察しします。ありがとうございました。どうか兄をお願いいたします。おばさん、あちら新しい仏様ね。ああ、栗林さんのおばあさんですか。去年の春亡くなったんですよ。おばあ様、そう。じゃあお祭りする方いらっしゃるのね。え、いや、今でもお参りの方あります。ええ、時々。あちらのお命日には必ず。どんな方。お家の方らしいです。お家の方ってどんな。そうですね、18ぐらいの女の子来ません？はい、お嬢さん見えますよ。来ます？来ますの？ええ。生きてるんだわ、あの子。ありがとう。お命日ですのね。お命日にはいらっしゃいますのね。そう。すいませんでした。Thank you.
れ、シャオヤ。僕ですか？あの栗林さんの坊ちゃんは？いえ。ごめんなさい、栗林さんのお墓にお参りになってらしたから。ああ、第三ですよ、おばの。そう、栗林さんの方じゃないの？ええ、居候はしてますがね。あの、栗林さんは今日はいらっしゃらないんですか？来ませんよ、公演の打ち合わせがあるんです。公演？踊りですよ、発表会があるんです。どなたが？娘です。それを親バカが二人がかり。二人って、じゃあお母様もいらっしゃるのね？ええ、いますけど。あの、私待たせてありますの、車。ご一緒なさいませ、この雨じゃ大変。でも。いいんですのよ、私の方は。どうせついでですもの。お嬢さんは、ユキコさんっておっしゃったかしら？そうです。やっぱり、ユキコさん。で、タツオさんずっと踊りをしてらして？いえ、今踊れなくなったんです。戦争で足を負傷してしまって。まあ、足を。奥さん、どうして栗林のことをそんなによくご存知なんですか？いえ、ただ、昔ね、栗林のおばあさまに踊りを習ったことがあるのです。もう20年も前のことですわ。それで、今お住まいは？逗子です。逗子の海岸のすぐそばです。ただいま。あ、おかえり。やだやだ、この踊りつくづく稽古場の狭さを痛感しちゃうわ。ああ、すごい稽古場が欲しい。そうね、そうすればもっとお弟子さんも取れますし。でも叱られちゃうからな、お父様に。踊りの上手下手は稽古場の広さで決まるものじゃないって。ご苦労さま、大変だったでしょ？いえ、小棚の中にカステラが入ってるから召し上がれ。嫌ですよ、おばさん。お供えのお下がりは先行臭いんだ。贅沢言うんじゃないの。ね、家人のくせに。あなた、これ珍しい新種なんですって。今日出ました、目に留まったもんですから。もういいんだ、カーネーションは。ご遠慮には及びません。あなたの初恋の方がお好きだったお花だったんでございましょう。担当園になったら。私たちもとうとう平気でこんなことが言える年になってしまって。ユキコが18になったんだからね。おばさん、まだですか、ご飯。ねえ、お腹空いちゃった。はいはい。はい。素晴らしいんですよ、その女の人。なんか神秘的でね、吸い込まれるような目をしてるんです。甘く濡れてるくせに厳しい冷たさがキラキラしてる目なんです。へえ、有事の脚色がだいぶあるとしても、そりゃ大した人ね。幽霊じゃないの、お墓であったなんて。まあ、気味が悪い。だけどすごいな、貴婦人でお金持ちで日本舞踊の愛好家。紹介するよ、明日1時にコックドールで会う約束したんだ。行ってもいいの？
私なんかが。ゆき子が主人公さ。急に会いたいんだって。話してくださったのね、私のこと。うん。とても聞くのが楽しそうだったから。大丈夫かしら。何がです？誘拐でもされたら。バカな。しかしあまり素性の知れない人と付き合うのは賛成できないがね。シナさん、先日は失礼いたしました。ホテル伺ったら多分こちらだろうと聞いたもんですから、折り入ってお話申し上げたいことがありますので。どなたかお待ち合わせでは？いいえ。シナさん、どうして逃げるんです？今さら私などに何の御用がおありになるっていうの？罪人だからといって、まるで猫の子でも捨てるように離縁なさったのはあなたでございませんか？許してください。みんな僕が悪かったのです。僕さえもっと強かったら、あの事件だって夫の僕があなたの味方にさえなっていたら。今頃そんなお話伺っても仕方のないことです。いや、詫びたいんです。後悔してます。後悔ばかりで18年暮らしました、一人で。ずっとです。そんなことで償いができたとでも思ってらっしゃるの？いいえ、ただ自分の気持ちです。待っていたかったのです、あなたを。それからユキコ。ユキコ。ユキコがあなたに何の関係が？あなたにはユキコの父だという資格はないはずです。それは分かってます。でも会いたいのです、ユキコに。顔さえ見たことはなくて、知らぬ間にどっかやってしまわれては探す当てもなく、ただ思いばかりが募るだけで今日までこらえてきました。おやめになって。笹川さん、ユキコはとうに亡くなりました。え？死んだ？そう、死にました。死んだのです、ユキコは。嘘、嘘だ。あなたが帰ってらしたのは商用だけとは思いません。会いに帰ってらしたのだ、ユキコに。ユキコは生きてますよ。じゃあなぜ私が帰ってきたからって急に思い出したようにユキコのことをおっしゃるのです？それほどお会いになりたかったらこの18年間とうにお会いになってたはず。いいえ、探せば居所ぐらいはお分かりになってたはず。ひなさん、帰らせていただきます。何か？いえ。先にお稽古場にいらしててね。ええ。ユージいる？おう。大変よ、ちょっと出てみて。シナのおばさまよ、幽霊さんよ、きっとあんたの言ってた。ちょっと待った、シャツ着ていく。早く。あら、
担いだな、ゆき子。うん、今私ここで話したんですもの。変だな。いよいよ幽霊よ、本物よ。静かな海、やっぱり日本の海でございますわね。ひなさん、ご無事でよかったと申し上げたいが、しかしつらい。ひなさん、お怒りを被るのは覚悟でございました。知っていなさるとはな、ひどい。達夫さん、ゆき子、ゆき子をお返しくださいまし。返す？それだけを望みに生きてきたのです。それだけを望みに帰ってきたのです。今までお世話になったお礼にはどんなことでもさせていただきます。お父様、ひなさん、親子の愛を金で売るような男だと思っていらっしゃるんですか。栗林を、そんな稲ぬかだって3日一緒に暮らせば情が移ります。かわいい海の親に劣っていようとは思いません。おそらく妻だと同じ気持ちでしょう。分かってます、ご無理なことは。でも、ひなさん、衣服は私の全部です。ただ一つの生きがいなんです。こんな体になってしまった私には、ゆき子だけが頼みです。ゆき子の指して引く手が踊っている私なんです。いや、踊っているゆき子は私の別の姿なんです。私はよくゆき子を叱った。踊りのために厳しすぎるぐらい叱った。ゆき子はよく泣いた。泣きながら踊った。私を本当の父親だと信じきって。皆さん、諦めてください。あの子そっとしといてください。ゆき子も今のままで不幸だとは思いません。あの子は何も知らないんですから。ではどうしても。お父様、行くわよ。よし、いい？いや、ダメ、もう一度。いいよ、ダメでしょ。そうそう、諦めてください。ゆき子のことは失礼します。今度はどこです？来てくださんの、また。ええ、ありがとう。もうダメかと思ってた。国道の時お約束破ったでしょ、だから。でも本当によかった。じゃあね、喫茶店は人目に立ちすぎるし、どっか紛れるところがいい。人がいっぱいいるようなとこ。人のいっぱいいるようなとこってどこかな。デパートはどう？どうせ私は明日買い物に行くから。うん。どなたがいらっしゃるの？どなた？ゆき子です。おばさま、どうなさいましたの？帰っておしまいになって。ゆき子も友達になりたかったの。おばさま、おばさま。はい。じゃあ、明日デパートでよろしいですか？おばさま。じゃあ一時日本橋の高島屋の屋上で。じゃあその時、さよなら。ゆき子、ゆき子さん。
そうね、もっとあっち行ってみましょう。うん。ねえお父様、これどう？さあね。ねえお母様、ちょっとかけてみて。はいはい。いい、とってもいい。こんなのをつけるともうすっかり大人ね。ダメだよ母さんは、ただ自分の感傷でしかものを見ないのだから。踊りの衣装だよ。そうですか。私はどうしても娘ってことが一番に来ちゃってつい。だったら引っ込んでいなさい。でも私だってこれくらい言わせていただく権利とやらはありますよね。ゆき子、そう、ゆき子の半分はお母様、半分はお父様のものよ。だから喧嘩しないで平等に願いますわ。ゆき子、ちょっとこれかけてごらん。ゆき子、それにしなさい。ユージ君、君はユキコは稽古場に寂しいから当分お付き合いはお答えする。いらっしゃらなかったのね、ユキコさん。連れてかれちゃったんです、親父のご機嫌は斜めで。すいません、でもきっとお約束を果たします。よろしいんです、もう。え、どうしてですか急に。お会いしたくないの、お目にかかりたくないのよ。もうねえ、その代わり一つお願いがあるんだけど。ええ、僕にできることでしたら。そう、じゃちょっと。素敵素敵、ユージの揺れ本当に素敵。私はね、少なくともこの5倍は欲しいの。それから壁3面を総鏡にするの。でも大丈夫かしら、ヤンのおばさま本当に稽古場寄付してくださるとおっしゃったの。ああ、もちろんさ、夫人の方からそういう申し出があったんだもん。そう、それじゃあね、天井はうんと高くして壁を玉頃にするの。それから自動式の電池工をデンと据えてレコードを1万枚ぐらい集めるの。うわ、夢、夢じゃないかしら。よさないか、ゆき子、契約だぞ君たちは。もっとよくものを考えなさい。ユージ君、ちょっと来てくれたまえ。くれるっていうもの黙って受けとかれたらいいじゃありませんか。もういい、とにかく君はこの問題から手を引いてくれたまえ。しかしユキコだってあんなに喜んでんです。素直に好意を。好意か悪意か分かるものか。代償を求めてるわけじゃないんですよ、夫人は。いい人です。でも寂しい人なんです。諦めろと言ってました、ゆき子のこと。ゆうじ君、君は？おじさん、大変なことを言うですけども、ゆき子にはもしや、いえ、ゆき子の全然知らないことで。どういう意味なんだ？ヤン夫人はユキコさんの生みのお母さんじゃないんですか。バカなこと言うな。もちろんヤン夫人は何もおっしゃいません。しかしわかるんです。いや、僕にはわかる気がするんです。おじさん、あの人はお気の毒な方です。僕はただ何もかも寂しく諦めろという夫人が惨めで、せめてただ一つの願いを聞いてあげたかったんです。あの人の切ないギリギリいっぱいの気持ちがたまらなかったんです。何かで慰めてあげたかったんです。ユージ君、油断差し出口はやめてくれたまえ。今後一切この問題に口ばしを入れてくれるな。分かったな。
さあ、支度してくれ。ちょっと出かけてくる。こんな時間に、あなた。いや、いいんだ。いらっしゃいませ。またお叱りを被りますのね。せめて陰ながらでもお役に立ちたいと思っておりましたのに。ひなさん、ゆき子に会ってやってください。え、今日はそのご相談に上がりました。あなたが惨めな思いをなさるのを見るのは一度きりでたくさんです。18年前、私にはあなたの不幸が自分ごとのように苦しかった。ひなさん、昔私がユキコをいただきましたのはね、ユキコの中にせめてあなたの面影を求められたらと思ったからです。母の後をついて踊りの師匠になってしまった私にはとても届かないことなのに、お稽古に帰っていらっしゃるあなたをたった一人の人と思い詰めて20年になりますね、あれから。存じませんでした、少しも。とにかくユキコをいただいたときはあなたが欲しいとおっしゃればいつでもお返しするつもりでいたのです。そんな気持ちでお預かりしたのですが、ついユキコももう18になります。あの子の意思も十分尊重してやらなければ。その意味でも一度会ってやってください。とにかく明日連れてきます。場所をご指定ください。でも有楽町のホームでのお待ちしましょうか。じゃあ西銀座の清流で。10時に伺います。もう帰りで。お邪魔しました。失礼いたします。はあ、ひなさん、今の方何か一個に関係のある人じゃないんですか。いいえ、ただの昔のお友達。会いましょう、一個に。あなたと二人で。会ってどうなさろうって言うんです。一緒に暮らすんです、三人で。三人で？今度は強くなります。きっと、あなたとユキコを幸せにしてみせます。ひなさん。わがままな方、あなたは。昔と少しもお変わりになってない。勝手すぎます、それじゃ。あなたはユキコに会いたいっていうより、ユキコと私たちが一緒に暮らせたらと思ってらっしゃるんだわ。ご自分だけの気持ちでそんなことおっしゃったって。でも、あなただってユキコに、ユキコと一緒に暮らしたいと思ってるんです。同じ気持ちです。でもいけないんですわ。自分のことばかり考えては、自分だけの身勝手を考えては、いろんな事情もあります。ひなさん、じゃあ君は諦めるっていうのか。いや、君にはそんなことのできるはずはない。せっかく日本まで来て。どうなんです、お合わせしましょう。その代わりお待ちになってね。一緒に会いましょう。必ずお合わせいたしますから。じゃあ伺います。明日こちらへ。いいえ、明日は困ります。困るんです、ご連絡するまで、ね、なぜです。とにかくお電話します。明日いいですね。帝国ホテルですね。もしもし、もしもし、もしもし、ええ、ヤン夫人の部屋。さっきから信号してるんですが。え、どうしても出ない。もしもし、もしもし、もしもし。
どうも、すみません。すみませんって君、師匠の君にわからないんですか、行く先が。ええ、そう。じゃあ、いつ頃お帰りになるのは。それもわからん。どうも。先生。君、ちょっと。あ。君、ヤン夫人は来られなくなったということだけで、他に事づやなかったんですね。はあ。そうですか。あの、何か。急に旅行へ出られたらしい。じゃあ、袋田温泉へ行かれたんじゃないでしょうか。え？ゆうべ、宿をお取りになるのに、こちらから電話をされていらっしゃいましたから。そうですか。明かりがついておりましたので、どうなすったのかと。あなた、それは、ひなさんのお形見の前泳ぎですのね。どうなすったんですの、今頃そんな。もうとうにお忘れになってると思ってましたわ。いや、ゆき子にやろうと思ってね。ゆき子に？さだ、ゆき子、ゆき子をね、ひなさんに返そうと思ってるんだ。ひなさん帰ってきたんだ、普通院から。え、やっぱりひなさんでしたのね。それであなたは、あんな袋田にいるんだ。明日、ゆき子を連れて行こうと思ってる。今でもあなたは、ひなさんを。バカ、ゆき子の幸せを考えてのことじゃないか。海の親にゆき子を返すのはゆき子の幸せなんだ。いや、嫌です。私嫌でございます。さだ、ゆき子は私の娘です。残酷なのは知っている。今までのお前の苦労排除、みんなよく知っている。知っていて頼むんだ。いや、嫌です。さだ、君はゆき子をそんなに愛しているのに、それなのになぜゆき子の本当の幸せを考えてやれないんだ。わかります。私さだ。ゆき子。すまん。いいよ、いいんだ。私は無理なことを承知で言ってしまったんだから。なんか複雑な気持ちになる話だったな。うんうん、ひなもつらいだろうけど、ゆき子の育て親もつらいよね。育ての父の方はゆき子をひなに返すことを決めたみたいだけど。
ユキコを返すことを突然言われた母がなんかかわいそうだったな。わかる。ユキコのことについて夫婦で話し合いをしなかったことになんかモヤモヤしたわ。そうだよね。あとユキコの気持ちも絶対に聞いた方がいいよね。うんうん、ひなは本当の母親だけど、ユキコはひなのことをほとんど知らないから、ひなと一緒に暮らしたくないかもしれないよね。そうだね。今の暮らしに不満がある感じでもなかったしね。他に何か感じたことはある？とどろきユキコの髪型がなんか独特だったな。確かに。あと高田稔が演じていたひなの前夫がなんかモヤモヤしたわ。わかる。なんで今までユキコを探して会おうとしなかったのか、ちょっと気になるよね。うんうん。次回は幻なりきより教習後編を見ます。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。